はい、皆さんこんにちは。斉藤圭一郎サンキューチャンネルということでですね、今日は何日や、6月の24日かな、土曜日です。今日は1日ポスター貼りをしております。この場所は言いません。こういうパターンをちょっと今日は貼りました。今ね、コレアンさんのね、ところのポスター掲示板キープしていただいているところをですね、たくさんポスターを貼ってきたんですけれども、数枚このちょっとピンクの可愛い私の政見放送を見てねという、このポスターが、何枚か余りましたので、ちょっと変わった貼り方でね、あと支持者の方が作っていただいた、だから私は NHK 受信料を断固不払いしますというこのポスターも、余りがちょっとありましたので、ここの掲示板に貼りました。さあ、どこがこの掲示板貼ってるでしょうか。ぜひこれを見つけた方はですね、私たちに DM をいただけたら嬉しいなというふうに思っております。ちなみにここ、あきる野市在住の40代の方というふうな方の意見をいただいてるんですけれども、私の家にはテレビがありません。家を建てるときにテレビもアンテナもつけませんでした。でも車にカーナビがついてます。当時テレビ機能がついていないカーナビはありませんでした。我が家では車でテレビを見ることなんてないのに、カーナビを持っているという理由だけで NHK と受信契約をしなければなりません。部屋にテレビがないのに、 NHK で見たい番組があればネットで購入してパソコンで見ていたのに、それなのに NHK は無契約の世帯には受信料3倍にもなる割増金を罰金として請求してくるというのです。だから契約するしかありませんでした。こんな理不尽ありますか。ずっと理不尽に感じていた受信料についてネットで調べていたら、 NHK から国民を守る党の立花さんを知りました。立花さんは、あなたは法律にのっとって契約し、そして不払いをすればいい。もし NHK 裁判を起こされたら不払いを進めた立花が責任を持って支払うと言ってくれています。私は不払いをしながら立花さんに守られています。感謝という風なんですね。政治的な訴え、そして感謝、まあ、ある意味こう社会問題をしっかり提起してくれているこのポスター、そしてこの私の かわいい私の政見放送を見てねという風なこのポスターをですね、ちょっとこの交互に貼った、ちょっと全体像を見ていただいたら分かるんですけれども、ちょっと交互に貼った、ちょっとこの珍しい、まあ、都内にはこういう貼り方をしているポスターっていうのは、僕が貼ったこののはここだけなんじゃないかなと思うので、ぜひ、皆さん見ていただきたいと思います。そして、支持者の方々、今ポスターをですね、いろいろ貼っていただいていると思うんですけれども、ポスタージャック、 NHK 党のポスタージャックというところのそのサイトにですね、 Google マップのピン打ちをしております。そこオレンジ色のピンで打たれているところっていうのは党で押さえているところなので、そこに関しては、どうもその皆さんの持っているポスターをご自由に貼ってもいいらしいのでですね、ぜひそのピンでですね、そのオレンジ色書いているところがありましたら、ぜひともポスター貼りご協力いただけたらなというふうに思っております。今日1日、車でですね、ガーッと大きく回りながら、1日ポスター貼りを、しております。ぜひこれでだいぶねポスター貼りしている最中も、やはりこれはなんだなんだというふうに見ていただいている方多くいます。まあ要は反響あるなという感じでございます。あくまでも我々はですね、こういった活動をしながら、もう本当にこのポスター看板がいるのかどうなのかっていう、いるんだったらいる、もうそれはいいです。ただいるともいらないとも、そんな議論もなしに、この掲示板が現代においても当たり前のように続いているというところに対しての問題提起をしております。最終的に総務省、まあ、総務委員会、私も属してますけれども、この掲示板自体がいるという結論ならば、それは国民の声としているんだろうというんですけれども、いるのかいらないのかの議論すらなく、この掲示板をもう当たり前のように続けてきている、もうこういったものに問題を提起するっていうのは、もうこういうやり方をする以外ありえないです。なので我々に対しての批判もすごく多いですが、批判ある方はある方で、批判があるというふうな社会的定義をこのポスター掲示板使ってもやってもいいんじゃないですか。立花隆に断固反対します、斉藤健一郎の活動に反対しますというような、そのような意見も全然貼ってくれても構いません。なのでですね、ぜひともこの掲示板一度このご寄付いただいたら、この掲示板を使えるような形になりますので、7月7日の
選挙の投票日までこれが貼ることができます。まあ実際この掲示板撤去されるのはその数日後かな。あ、貼れるのは6月6日までですね。そしてこの掲示されてるのが7月7日まで掲示をされており、まあ掲示板が撤去されるのはその 2,3 日後、もしくは5日間ぐらいは多分この掲示板が撤去されるまであるんじゃないかなと思ってますので、社会的な問題を提起するチャンスでもありますので、ぜひ皆さん、こういったものを活用しながらですね、皆さんこの国民の皆様、一緒にですね、少しでも問題提起をして住みやすい日本、そして優しい日本に、みんなでしていきたいなというふうに思っております。普通の方では多分こういった活動というのは批判が多くてできないんですけれども、これができるのは多分我々の党 NHK から国民を守る党ぐらいしか多分できないと思いますので、我々なりのできる中のやり方というのをこういうふうに問題提起これからもしていきたいなと思ってますので、皆様どうぞご理解とですねご協力よろしくお願いしますということで終わりにしたいと思います。最後に獄中にいる黒川さん出ております。黒川さんすごいですね。あの翼の党いっぱい回ってますけど、たくさんポスター貼れてます。獄中の中でも貼れるということを見せてくれてるこんな黒川さん、僕は政治家として黒川さんのことを認めることは一切できませんが、活動家としては一つ自分の主張をするっていう意味で言ったらすごく尊敬できるところもある。もちろんやり方がね、今回マスクで今は獄中にいるという形になりますけれども、それでもその主義主張を持ってやれるっていうのは一つ活動家としてはすごく尊敬できるんじゃないかなっていうのは、これはもう昔も今も変わりません。まあ、黒川さんも黒川さんなりに応援してくれてる方もいらっしゃるので、まあ頑張ってほしいかなというふうに思っておりますということで終わりにしたいと思います。まだまだ今からポスター貼り頑張ってきます。サンキュー。